黒い紙とトレーシングペーパーで超簡単に作れる折りたたみ式のランプシェードです。ここでは黒い A4 上質紙を使っています。まず半分に折ったら折り目に沿って両端を三角に折ります。一度開いて斜めになっている折り目のところにこの長さを写し取ります。もう一度畳んで印と紙の端をつなぎます。この線で切り落とすと二等辺三角形ができます。底辺の部分に裏と書いておきましょう。底辺から1センチちょっとは切り取りません。斜めになっているところから切り取る線を色鉛筆で書いていきます。反対側まで行かないで同じ方に戻ってきます。切り取るところに斜線を入れておくと分かりやすくなります。反対側からも同じように書きます。線と線が重なると切った時にバラバラになってしまいます。間は1センチくらいは空けるようにしてください。一箇所ホッチキスで留めておくと切り取りやすくなります。ホッチキスで留めていないところから切っていきます。最後にホッチキスのところを切り取って開くとこのようになっています。どんな模様ができるかは開いた時のお楽しみです。下にいらない紙を敷き、糊をつけていきます。端の方や飛び出ているところ、切り込みが入っているところなどは丁寧に糊をつけましょう。下に敷いた紙を取ってからトレーシングペーパーを貼り付けます。しっかり貼り付いたら余分なトレーシングペーパーを切り取ります。畳んで切った方が切り取りやすいです。一旦開いてトレーシングペーパーが見えるように置いたら、両端を内側に折って折り目をつけます。片側にセロテープを半分はみ出すように貼ります。セロテープを貼った方から畳みます。次に反対側を畳み、はみ出たセロテープにくっつけます。これで完成です。中に入れるランプにはアーテックのスターライトを使いました。色の変わる LED ライトに単4乾電池が2本ついていて、長時間点灯することができます。スイッチを入れて暗いところに置くとこんな感じになります。細かい模様をつけたいときは黒いペンで付け足すといいです。切り方や模様の付け方で一つ一つ雰囲気の違うランプシェードを作ることができます。使わないときは畳んでコンパクトにしまえるのでとても便利です。みんなで作ったランプシェードを並べて幻想的な雰囲気をお楽しみください。